こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、コンガ編。この動画では、コンガのスラップトーン。パッっていうですね、いかにもコンガらしい明るい音。この出し方について解説していきます。こんな感じでですね、スラップトーン。パッパッパッというですね、明るい音っていうのは、リズムパターンの中でも、何かソロのようなフレーズの中でも、アクセント的に目立つ音になります。で、このスラップトーンの出し方なんですけども、もう 90% ぐらいはこのダメンAのタッチで変わります。もうスラップの9割はタッチで決まると、名言風にですね、覚えちゃってもいいぐらいです。タッチっていうのはどういうことかというと、まあどういう風に触れるかですね、このダメンAに。このタッチの仕方さえ正しくできていれば、もうどんな風にですね、ストロークしてもスラップトーンというのは出すことができます。で、極端な話も、ストロークなしでも、まあこんな風に出すことができますし、もちろんストロークしても、まあこのように、まあ音量が変わるだけでですね、スラップトーンというのは出すことができます。あとは叩く場所ですね。これもタッチが整っていれば、もうどこを叩いても鳴らせます。で、タッチが9割と言ったんですけども、じゃあ残りの1割は何かというと、それはチューニングです。この今回のチューニング。皮の張り具合があまりにも不均等だと、やっぱりスラップトーンっていうのは出にくいです。初心者の方で、まあ始めたばっかりでね、どう頑張ってももうスラップトーンが出せませんという人はですね、このチューニングの方に問題がある可能性もありますので、この動画のシリーズのチューニング編、こちらをぜひ確認してみてください。はい、ではタッチの仕方を見ていきましょう。こうスラップした時にですね、手のどこの部分がダメンに当たっているかというと、親指以外の4本指の第一関節の中心です。で、目安としてわかりやすいのはですね、指紋ありますよね。指紋の真ん中、各指の指紋の中心がこのダメンに同時に触れています。こうバラバラバラっとならずに4本が同時に、まあ、ピタッと着地している感じです。で、あとはオープンクローズと全く同様にこの折り曲げて、まあ、シワになる基本のポジションのところですね。この部分が同時にこのコンガの縁に当たっています。つまり、こう、ダメンに対して当たった瞬間に、各指の指紋の中心と、ここの基本ポジションが縁に同時に当たっています。で、スラップに関してはこのダメンのどこを叩いてもいいっちゃいいんですけれども、やっぱ基本はですね、このクローズ、オープンと同じポジションで叩けた方が、叩き分けるときにですね、この手の移動のロスがなくて効率がいいので、もう全部同じポジションで叩くことをお勧めしています。はい、では実際に音を出す練習をしていきましょう。まず手の形ですね。各指は軽く開いた状態。こうリラックスすると、指って自然に開くと思うんですけども、まあこれぐらいで大丈夫です。で、この手のひらもピーンと張る必要ないので、もうリラックスした状態。剣が引っ張っている。若干丸まった状態。これで OK です。で、この各指、4本指だけ、ダメンに同時に着地する必要があるので、この指先に関してはですね、こう、一面上にあると言いますか。どっかの指がこう飛び出したりしていないように、まあ、気持ち揃えてください。で、この手の形のまま、基本のポジションに手を置いて、腕を少しだけ持ち上げて、腕の重さを使って、ダメンに対して落とします。はい、上から見るとこんな感じです。あくまで楽に持ち上げて、落とす。持ち上げて、落とす。で、着地ですね。力は一切必要ありません。
むしろ変に力むと音が出にくくなる可能性がありますので、もう本当に楽にですね、腕を持ち上げて自然に落とす。何回かやってみてください。はい、うまく鳴らせないという人はですね、今一度この座面に自分の手のどこが触れているのかっていうのを確認してみてください。各指の指先、指紋の部分ですね。と、この手を折り曲げてシワになる部分が縁に同時に当たる。で、それ以外はですね、浮いています。座面には触れていません。この薬指の縁も浮いています。まあ、こういう風にペタッとなってないってことですね。はい、では反対の手もやってみましょう。指は軽く開いた状態で、まあ、自然に手のひらは丸まっています。で、この指先だけ同時に着地するので、横から見たときに、まあ、一直線になるように、まあ、少し揃えてあげます。で、このまま基本のポジションに置いて、腕を軽く持ち上げて、腕の重さで自然に落下させる。で、このスラップがどういう原理かというと、叩いて座面を振動させているのと同時に座面を少し軽く押さえているので、ものすごく細かく振動させているんですね。で、細かく振動させていることによって高い音が出ている。で、チューニングが例えば C のコンガならオープンの音 C に対して、このスラップはですね、2オクターブ上の音が出ています。ちょっと高すぎて、この、まあ、音程感覚つかめないかもしれないんですけれども、大体ですね、振動数で言うと4倍。まあ、こういう波形がオープンだとしたら、こういう波形がですね、まあ、スラップみたいなイメージです。で、これは完全に余談なんですけれども、このスラップのさらに1オクターブ上のスーパースラップっていうのも存在するんですね。ちょっとマイクのピークを振っちゃうと思うんですけども、こういう感じです。スラップ、スーパースラップ。このスーパースラップの時は逆に指を全部つけています。前にフレーズ分析という動画でもやりました、ジョバニー・ダルゴというプレイヤーがやっている奏法なんですけれども、これにおいてもやっぱりダメを振動させるのと押さえつけるのを、まあ、同時にやることによって、ものすごく細かい振動をさせているということになります。はい、では最後にいろいろな叩き方でスラップの練習してみましょう。まずは手首だけを動かしてスラップします。手首だけ持ち上げて、それ以外の腕の部分は一切動かさずに。このように叩きます。次に、この肘から先だけを持ち上げて、スラップします。最後に腕をストロークしてスラップします。オープンの時と同様に肘を持ち上げて、肩くらいの高さになったら自然に落下させる。腕の重さを使います。ストロークすることができると、もうかなり大音量でスラップを鳴らすことができます。はい、今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。いよいよですね、オープン、クローズ、スラップと3つの音が揃いましたので、この3つさえ叩ければ、もうほぼほぼどんな曲でも叩けます。なので、この3つをしっかりと音の違いを確認して、叩き分けられるように練習してみてください。はい、こんな感じで、このチャンネルではパーカッションのレッスンや情報発信などいろいろ行っておりますので、パーカッション興味あるよという方は、ぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、また。